これを何としても強い覚悟をやるというのが私の立場の責任であると思います。できなければ責任取るぐらいのことどうして言えないんですか。今回のこの裏金問題、結局長く幹事長をやられた幹事長派閥とそして総裁派閥で起きてるわけですね。私は裏金で自民党が裏金で回ってきたと、非常に深刻な事態だと思うんです。法治国家としての一番の基本のところが崩れてる。国民が政治に対して信頼できないと言ってる。そのことは総理も肌身で感じておられることだと思います。総理は事実関係を明らかにすること、そして政治責任を取るべき人が取ること、そして制度改革をすること、そういったことを言っておられるわけですが、そういったことができなかったときにどういう責任を取られますか。それができなかった場合ということで仮定のご質問されましたが、何としても本部長として、自民党が変わらなければならないという思いを持って、この中間取りまとめ実行してまいります。